はい、こんばんは。今日の月刊依存症学ぶ集いは、77回目ということですが、今日はですね、スタジオに、ゲストをお迎えして、お話を伺うということでゲストに来ていただいています。今日はですね、薬物依存症になって立ち直った方の、お話です。で、今日はですね、ギフダルク の、 山田さんに来ていただいてお話を伺います。で、山田さんも、これで、あ、ということで、お話はですね、かつてどうであったか、今どうであるかという、今日までのですね、彼が回復してきたことの、プロセスをですね、お話ししていただけると思います。いろんな話を伺えると思いますが、そういうことで山田さんを紹介します。じゃあ、はい、2画面にしていただいて、はい、じゃあ、山田さん、こんばんは。今日は遠いところをありがとうございます。はい、どういたしまして。急になんか寒くなってすいませんでした。本当ですね、僕だけじゃないけども本当に急に寒くなっちゃって、駅までお迎えに行ったんだけども、ありがとうございました。なんかこんなに寒くなって申し訳ないなと思って、そんなので、じゃあ、はい、じゃあ、よろしくお願いしました。はい、じゃあ、山田さんのお話です。はい、どうぞ。はい、こんばんは。僕は山田沖久と言います。ダルク、今、岐阜ダルクで、プログラムをやっています。ダルクでは、太郎と呼ばれていて、みんなニックネームで、アノニマスネームというんですけど、呼び合っていて、僕は太郎で通してますけれども、よろしくお願いします。僕は、2年前にギフダルクにつながりました。刑務所を出てダルクにつながったんですけれども、最初から僕が、刑務所に行くような、そういう生活をしていたわけではないです。僕今51になるんですけれど、もともと千葉の方に僕は住んでました。千葉の方で、両親のもと弟が一人いて、両親は飲食店を営んでました。そうですね、あまりね、そう本当にこう豊かな生活ではなかったですけれど、とても温かい家族で、僕も特にこう、こんなことが本当に嫌だったんだとか、こんなことが苦しかったとか、家族関係の中ではそういうことなく育ちました。小学校の時から、僕ね、結構こう、成績が良かったんですね。はい。自分で言うのなんですけど、成績結構良かったですね。だから、学級委員だとか、級長だとか、そんなことをよくやりました。で、友達も多かったですね。本当に、いろんな友達に囲まれて、楽しくずっと暮らしてきたように思います。小学校の6年の時に、千葉からこの名古屋の方に越してきました。で、初めはそれまでずっと、育ってきたところはね、みんな本当に昔から幼稚園の頃からずっと身近にいたそういう友達の中でばっかり過ごしてましたから、初めて名古屋に来た時は最初すごく辛かったですね。言葉も分かんなくて、名古屋の人たちが、友達がみんな偉いってよく言うんですけど、ね、偉いというのがグレートの意味の、そういう偉いしかわからないもんだから、なんでこの人たち偉いって言ってんだろうと思って、そんなことも一つ一つわかんない中で、最初は、辛かったです。友達がいなくて。で、ね、そのうちに、だんだんうちと来てくるようになると、こう、学校から帰ってくるときに、なんか涙が出てきて、自分でね、こう、僕だってやればできるんだみたいなことを自分に言い聞かせながら帰ってきたこと、覚えがあります。ずっとそのぐらい最初辛かったんですけど、だけど短い間のことで、1学期が終わって夏休みになって、それが終わって2学期に行く頃にはもう本当に打ち解けて、暮らしていました。確か2学期3前期後期では来てましたかね。後期か何かには、やっぱりそのクラスの、球長ではなかったと思うけど、なんかそんな役員みたいなことをやったように覚えてます。
小学校もだからそうやって、うん、名古屋での生活も、一応そうやって、まあ、順調にスタートすることができて、で中学に進みました。中学でも、僕はあの地元が名古屋の中村区でした。で中村区というのはあまりこう柄のいいところではないですね。後々になってわかるんですけれども、この友達の中、同級生の中にはやっぱりヤクザになってったとか、うん、そういう人たちも結構いましたけれども、僕はまあそういう風ではなくて、まあ、真面目な、生徒でした。なんでか知らないけども、中学の 1,2,3 年間、うん、ずっと同じ担任の先生だったですね、うん、僕と同じ山田という先生、ね、うん、で先生が本当に3年生でしたかね、になった頃にはというのはこう最初に球長を選ぶという時に、うん、山田がやってくれと言って先生が指名してきたりとかいうぐらいだったのを覚えてます、うん、で友達も多くてやってましたけれど、だから高校に進む時も、どこを受けてもいいよって言われました。で、自分の好きな、学校に進むことができました、うん、高校の時もね、当時愛知県の高校というのは管理教育というのが強いと言われていて、規則でがんじがらめの学校が多かったみたいですけど、僕が進んだ学校はとても自由な校風の学校で、とても明るくて和やかな、でその、頭文字を合わせると僕の出た学校になってしまうんですけど、明るくて和やかな雰囲気の学校で、その学校の高校生時代もとても満足のいくものでした。勉強もね、それなりにしたんですけど、勉強ばっかりしてるということではなくて、当時僕は音楽が好きで、音楽といっても、まあ、ロックですね、うん、家でもよく聴いていましたし、地元のライブハウスに行くようなことがよくありました。で、ライブハウスに行って初めて僕はライブハウスでお酒を飲んで、まあ、それまで家で、ね、親からお正月にね、勧められて飲んだりとかそういうことはありましたけれど、自分でお酒を飲むということはなかったですが、ライブハウスに行って初めて酒を飲んでタバコを吸いました。それがまあ初めての薬物なんでしょうかね、うん、で酒で酔うというようなことを覚えていきました、うん、だけどもそれに、うん、ライブに行くというのはすごく自分にとって楽しいことでしたけども、うん、その酒やタバコにのめり込むということはありませんでした、うん、だからその高校生の生活というのも、まあ、勉強もしたけれども、そういう、本当に若い人という言い方もあれですけど、楽しむようなことも自分で楽しみながら生活を送って、大学に進みました。大学も希望していた大学に進むことができました。いい大学に行ったですよ。自分じゃないけど。自分じゃないけど。ね、今ちょっと前にノーベル賞の報道がありましたけど、うん、去年の、今年ではなくて、うん、去年のノーベル賞の時には、うん、すごく話題になってた大学ですね、うん、ノーベル賞の受賞者が、うん、今までその大学の関係者で6人ぐらい、うん、いるそうです、地元の国立大学ですね、うんうん、で今本当に僕はこう冗談のように思うんですけど、うん、ノーベル賞を受賞するような人が6人もいるそうですけれども、うん、多分僕前科3班ですけど、うん、前科3班なのは僕だけだろうなと、うん、ね、そういった人たちの貴重な存在だなと、うん、なるほど、まあ、笑い話ですけど思います、うん、大学の時も、僕はそうですね、大学祭の実行委員会というのをやってました、うん、高校の時そういうライブが好きだったりしたもんだから、うん、大学祭の実行委員会でもその野外でやるライブ、フリーのこのライブのですね、企画のようなことをしまして、2日間のロックフェスみたいなのを、やりました、地元のライブハウスにこういろんなことを頼みに行って、出演してくれるバンドを募集をしたりとか、そんなようなことをやっていくのも楽しかったし、そういう大学祭というのを、これも自分が本当は最初好きでやり始めたことではなかったんですけど、クラスの中で
くじ引きのようなことをやって、うん、負けてしまって やり始めたことですけど、うん、やってみたら面白くて、うん、その一つのイベントをみんなでこう協力し合いながら作っていくということがどんなに楽しくて、うん、それがこう形になった時にどんなに素晴らしいものかということを味わうことができましたし、あとその大学生祭の実行委員をやる中で、恋愛もしました、うん、同級生の女性と付き合うようになって、学生時代ずっとその人と一緒に、まあ、学生生活を過ごしました。で、学生時代も当時ニューアカデミズムというのが流行っていて、フランスの構造主義の哲学だとかね、記号論とかなんかそんなようなものを、なんかそんなような本が、なんかすごくこう売れたりしてた時期だったんですね。だから友達と、そんなようなことも、あ、僕経済だったんですけど、経済だったんですけど、うん、そんなような勉強会のようなことを、いろんな学部の人たちと一緒にやったりしてることも、まあそれも楽しかったです。うん、だからいろんなことを、楽しみながら、学生生活を送ることができました。うん、で、大学を出る頃にはですね、ちょうどバブルの時期でしたので、とても就職も良かったです。いろんな企業の会社訪問とかね、行きました。だけど、当時僕は、一つには、そういう、まあ、経済学部だったんですけど、そういうね、経済活動みたいな、営利を目的にした、企業の活動みたいなものが、あんまり、まあ、好きではなかったんですね。それが人を本当に幸せにするのかなという気持ちがあったりして、あと、その一緒に付き合っていた女性のことなんかもあったりして、地元の役所に住もうと思ったんですね。で、まあ、地方の役所の地元の公務員になろうと思って、思いました。そしたらね、そのゼミの先生がすごい反対をするんですよ。ゼミの先生は、君はマスコミとかね、そういうのに行ったらどうだって言ってくれました。そんなね、地方の役所なんかに入ったら、君すぐ退屈して、きっと仕事辞めちゃうからって。だから、そんなことはやめた方がいいって言ったんですね。まあ、そう言われたんですけど、まあ自分の考えを僕は貫き通して、役所に入りました。で、最初役所に入って、まあ、行政のその役所の窓口に立つような仕事を4年間やりました。それはまあ決まったことを決まったようにやるというような仕事でしたけれど、窓口にやってくる人と話をしたりする。で、その人にこう、不満を持って、やってきた人に、こう、いや、こういう仕組みだからというようなことを話をして、それを分かってもらうというようなことは結構楽しい、やりがいのあるなと思える仕事でした。だけど、どことなく、やっぱり面白くないところ、十分に楽しめないというか、学校の、そのゼミの先生が言っていたように、君すぐ退屈して辞めちゃうからって、本当にそこまで退屈したわけではないけれど、もっと楽しみたいなって、もっと何かないかなという気持ちはすごく強くあったんですね。で、まあ、それから移動して行った仕事というのは、まあ、ある種創造性を発揮できるというか、新しいものを作っていくような仕事だったです。新しい仕組みだとか制度を作っていくような仕事で、行政の長期的に計画を作ったりとか、予算の編成をしたりとか、理解の対応をしたりとか、そういう仕事をやっていて、それはそれで面白かったし、やりがいもありましたから、毎日遅くまで仕事をしました。そういう中で、区役所の時に知り合った女性がいて、その人と付き合うようになっていて、その人と結婚をしました。本当に家庭を持って、ね、家庭を持つことができて、仕事もやりがいを感じることができて、とても僕は幸せだったです。だけどもっと刺激が欲しかった。もっと何か楽しめると思ってたんですね。他の人たち、周りにいる人たちよりも、自分はもっともっと楽しみたいと思ってたから、刺激を求めるようなことをいろいろしていきました。で、本当に仕事が変わって、それからまた仕事が変わって、僕は福祉の関係の部局で、またその予算の編成をしたりとか、理解の対応をしたりとか、そういう仕事をし始めたんですけれども、
そういう中でもそういう仕事も毎日遅くまでやって、何日もこう終電で、名古屋の地下鉄ですから、12時過ぎの終電なんですけど、その終電で帰るような時期も長くありましたけれど、そういう中でももっと楽しみたいなという気持ちが変わらなくて、そんなことをしているうちに薬が出てきました。ある時知り合った人が、自分はそういう何か薬物を持ってるんだと。二人飲んでたんですね。飲んでる時にそういう話が出てきて、僕はその当時本を読んだりとか、まあいろんなものの中でいろんなアーティストというのが、薬物を使ってそれでね、こういろんな、まあ音楽を作ったり絵を描いたりしてるというのを知っていて、読んだ本の中にこう例えばジャン・コクトーとか、そんなような本当にこうタレントではないね、名前を本当に残しているアーティストもそういうものを使って何か自分の世界を広げて、そういう創造活動をしているっていうことを知ったもんだから興味が出たんですね。どんなものなんだろうって。でその人が持っていた薬物というのが違法なものだというのは分かったし、できっとそれがそういう何か創造性をどうこうするようなものではない覚醒剤かなっていうことは分かったんです。だけどもその時にはそれを使ったらどんな気持ちになるものなんだろうかという、どんなものなんだろうというその好奇心のようなものがの方が勝ってしまって、ああやってみるよって、言いました。で腕を出してその人に注射をしてもらったんですね。その時の驚きはすごいものでした。体中を薬が毛細血管一つ一つまで薬が巡っていくのが分かって、ゾーッとしてですね、これは一体何だろうという感じがしました。だけど、今仲間から話を聞いていると、薬を入れた瞬間に自分のこう心の持ち方がもうガラッと変わってしまって、本当に新しい世界を知ることができた。もう全然気分が変わってしまう魔法の薬だっていう人が多いんですけれど、僕にとってはそうではなかったです。そこまでのものはなくて、身体的に本当にうわこれは何だという感じがしただけで、心の持ち方が何か気持ちが変わったとかいうことはなかったんです。だけどそのうちに自分で使うようになっていて、売人から自分で手に入れて使うようになりました。毎日毎日そういうのを使うようにだんだんなっていったですね。あと当時その仕事で、僕は家に持って帰ってやらなければいけない仕事があって、職場でできない、仕事があって、それをやるのに困っていたんですね。一体いつやるんだろうって。だけどその覚醒剤を使うと不眠に耐えたことを覚えていて、ああ薬使えばいいやって。だからその薬を使って毎日夜中まで起きていて、明け方まで起きていて仕事をやるというようなことをしました。でその期間が終わってみると、もう薬なくてはもう寝込んでしまうんですね。薬が切れると本当に寝込んでしまう。僕はずっと、仕事を持って家族と一緒に暮らしていましたから、そうやって薬が切れて寝込んでしまうと本当に困ったことになってしまうので、薬が手放せなくなってしまいました。当時僕子供が3人いて、結構いい父親だったと思うんですね。その仕事が遅くなることが多かったですけど、早く終わって帰るときには子供ともちろん一緒に過ごしましたし、夜寝るときにこう絵本を読んでやったりとかね、そんなようなことをするのがすごく嬉しかったです。子供の笑顔を見ると本当に嬉しくて仕方がなかったんですけど、夏休みなんかね、こう朝ちょっと早く起きて子供を起こしてラジオ体操に一緒に行ってみたりとか、そんなこともやる父親だったんですけど、薬を使うようになってからどんどん自分の生活は変わっていきました。そういう刺激を求めるということに拍車がかかっていたし、あと家で一人でいる時間なども、それ以前は例えば本を読んでみたりとか、音楽を聴いてみたりとか、そんなようなことが好きでしたけれど、本当にくだらないことばっかりやるようになりました。
ネット多かったですよね、うん、ネットサーフィン、いろいろくだらないものばっかり、俗な刺激的なものばっかり、追い求めるようになって、毎日毎日そんなことをやっていました。そのうちに家族が、うん、それを知るようになったんですね。おかしいなって。で、おかしいじゃないかって、うん、薬でもやってるんじゃないかって言われるようになったんですけど、僕はそれを否定して、そんなことやってないって、そうやって言いながら影に隠れて薬を使っていました、うん、で、そんなことそれはやってちゃいけないよなって、そんなことやってるのはおかしいよなって思うんですけど、もうなんかやめれなかったですね。もちろん使わなくなると仕事に行けなくなってしまうという、そういう思いもありましたけど、薬を使ってるとそういう本当にこれは大変なことなんだという気持ちがどっかに飛んでってしまって、まあいいまあいいまだ大丈夫だって、こんなことをやってても大丈夫なんだという気持ちが強くなってしまって、そのまま使い続けていたんです。その頃には僕は薬代とか、遊ぶ金なんかで借金も作りました。随分大きな借金を作っていたし、それが薬を使っているということよりも直接的にはその借金を作ってしまったということが自分にとっては大変なことで、普通に働いている中でのお金では何ともならなくなっていったから、どうしたらいいかなと思って本当に困っていたんですけど、家族にそれを言い出すことができなくて、一人で抱えて薬を使ってますます借金を落として、本当にどうしていったらいいかわかんないっていう時に、運良くと言っていいのかなんていうのか、交通事故に遭いました。車にはねられてしまったんですね。車にはねられたということは自分の記憶の中には今ありません。ある時ふと目が覚めたら自分は病院のベッドのようなところに寝ていて、そこに上司が、働いていたところの上司が来ていたんですね。僕その人に、僕どうしたんですかって自分のことを聞いたら、その人が、山田君君交通事故に遭ったろうって言うんですね。これどうかびっくりしてしまって、そのほか交通事故にあったのかと思ったんですけど、それはもう事故からもう何日も何日も経った後のことでした。で、僕はそういう状態になってしまったので、一つには、その消防隊員、救急の隊員から荷物を受け取った家族が、僕の財布を調べてみたら覚醒剤が入ってた。本当にこんなことやってたんだなということで、まあそれは僕は問われました。分かってしまったわけ、ええ、本当にこんなことやってたんだ。だ僕は病院のベッドでそれを認めましたし、あと借金の問題も、そうなったことで、ね、借金の督促が家にも職場にも行きますから、明るみに出て、で、僕の先輩が弁護士をしていたんですね。だから家族が、妻がその先輩に頼んで、その弁護士さんが、まあ、債務の整理を後々してくれました、そうやっていろんなことが明るみに出て、僕は本当にベッドの中で本当に申し訳ないことをしたなって、本当に自分は何てことをしてたんだろうと思ったんです。もう絶対に使わないって思ったはずなんですけど、ダメでした。またすぐ使うようになって、家族には家族にそれだけ感謝したことをもうどっかに忘れてしまって、薬をまた使うようになって毎日毎日使い続けました。そのうちに本当に家族は僕が薬を使っているということをまた知って、もうどうしようもないからと言って離れていきました。その頃ちょうどですね、僕はこう家族のところを離れて、妻と子供のところを離れて実家に帰って暮らすようになったんですけども、両親から本当にそんなことをやってたのかと言われたときに、僕はまあ昔そういう時もあったんだけど、今はもう使ってない、ね、分かってくれるよねって思いましたね。もともと僕はそういう風ではなかったから、両親はまあそれを信じてくれて、信じてくれたんですけど、僕はだから隠れてずっと薬を使ってきました。その頃に一度だけ医者に行ったことがあります。家族が勧めてくれた名古屋市内のそういう依存症の治療に熱心な医者に行ったんですね。そしたらそのドクターが、先生が言いましたね。
あなた自分の仕事を考えてみたことあるのって、うん、公務員でしょう、うん、本当に大変なことになるよって、うん、ね、先生あの僕今薬やめると本当に寝たようになってしまうから、うん、仕事に行けなくなると困るんだと言ったら、うん、ちょうど11月ぐらいに通院をしたんですね、うん、した医者がじゃあ年末年始の休みがあるでしょう、うん、その時に薬を絶ったらどうだと、うん、まあ、そういうことを言ってくれたので、うん、じゃあ先生僕そうしますと言って、うん、年末年始、12月の29日から薬を使わなくなりました、うん、家で何日か寝ていて、うん、正月になって、で正月の1月の2日の日だったと思うんですけど、僕はその当時、社会福祉法人に出向していったんですね、うん、そこのその介護保険の関係の事業の、まあ、うん、管理をするような立場にあって、で正月に出てかなきゃいけなかったですね、うん、2日の日を迎えるにあたってね、もうその時には薬もなしでも起きれてたはずなのに、うん、またこれ薬なかったら明日仕事に行けないとかって自分でそういう言い訳を作ったんでしょうね。うん、また薬を使って、仕事に行って、うん、また前に使いました。そうしたら1月の20何日か4日だったと思うんですけど、朝また仕事に行こうと思っていたらどーっと部屋に家に、うん、柄の悪そうな人相の悪い人がたくさん来て、うん、早朝に警察だって言って行ったんですね、うん、あの母が近くにいて、うん、本当に泣きすごい悲鳴を上げたのを覚えてます、うん、やめてって言って、うん、本当に僕は辛かったですね。ですごく怖い思いをしながら、留置場に行きました。留置場に行ったらそこにはあの覚醒剤の人が本当にたくさんいたですね、うん、新聞にたまーに載りますけど、だから僕は覚醒剤で捕まる人はその新聞にたまーに載る人だけだと思ってたら、うん、とんでもないとんでもないすごい人数の人たちがいて、うん、で僕が一緒の部屋になった人は若い人で手首にすごい傷を負ってました、うん、そしたらその人はやっぱり覚醒剤の人で薬がやめらなくてもう死ぬしかないと思ったから自分で手首を切ったんだって、うん、まあそうしたら警察に通報されて薬の反応が出たから捕まって、うん、で大怪我を負って警察に来たんだっていう人でした、うん、大変な人だなぁと思って、うん、僕は人事みたいにそうだと思ってたんですね、うん、で、まあ、留置場から出るときには最初ですからね執行猶予の判決をもらって、うん、で僕はもう絶対にやめようと思いながら留置場出たんですけれど本当に固い決意をしました、うん、仕事ももちろん僕は公務員の仕事を失ってしまったし、うん、家族とも離れなきゃいけないし、ねうん何もかも失ったなって、うん、これは全部覚醒剤が悪いんだと思ったから、うん、絶対にやめようと思ったのに、だけど出てきて何ヶ月かした時に昔仕事薬を一緒に使った人から電話がかかってきたんですね、うん、たまたまその電話を取ってしまってね久しぶりだから会おうということになって、うん、その人がもう覚醒剤自分もやめたからというから、うん、だったらいいやと思って会ったんです、うん、その人は違ってました。会ったら実は今日持ってきたんだって言って、うん、で目の前に出されたら、うん、本当に決意はどっかに飛んでしまって、うん、また使うことになってしまいました、うん、使い始めるときはまあ1回ぐらいいいかなと思って使ったんですけど、うん、1回使ったら毎日使うようになって、うん1年後にまた捕まりました。今度は刑務所に行ったんですね。刑務所に行った時も同じです。もう絶対にこんな薬はやめようって固く誓って本当にみんな失ってしまったなぁと思って絶対にやめようと思って出生したんですけれども、出生してまあ妙な縁があってまた薬を使う人が目の前に現れて、薬を出してきた時に本当に固く決意したはずなのが、どっかに飛んでしまって、また薬を使うことになりました。一度使ったら、また毎日使うようになってというのは、前と同じで、2年後にまた捕まることになりました。だから僕3回警察に捕まったんですね。うんうん、で、3回目に捕まった時に、なんで自分はこんなね、薬を使ってしまうんだろうって、本当に不思議に思ったんですね。で、岐阜のダルクの、責任者に、僕その時一宮での警察に捕まったもんですから、
ね、あ、岐阜近いなと思って、うん、岐阜のダルクの責任者に手紙を書いたんです。うん、それは、そのダルクのことを知ったのは、岐阜のダルクのことに手紙を書こうと思ったのは、うん、留置場に母親がその本を差し入れてくれたからなんですね。うんうんうん、それまでの2回は、捕まるたびに母親がすぐに衣類だとか何だとか、そういうものを差し入れてくれたし、お金も差し入れてくれました。だけど3回目に捕まった時には、全然そういうことがなくて、ただ1冊本を差し入れてくれたんですね。豊田の方で行われた依存症についてのフォーラムの本で、そこにギフダルクの、施設長の、いや、それを一応いただいていいですよ、紹介していただいて、はい、遠山さん、遠山香織さんが喋ってる、話が載ったんですね。それを読んで、僕はその遠山さんが家族のことをよく話をしてた、そこにも載ったんですね、家族に対する思いとか、それが自分も本当に家族に対しての思いのようなものが、後悔が強くあったものですから、共感できたりしたのと、ああ、岐阜だったら一の目から近いしなと思って手紙を出したんですね。で、手紙のやり取りが始められました。遠山さんが、僕の話を、手紙に書いたことを読んで、あなたはきっと依存症なんだと。依存症という病気にかかってしまったから、依存症のあなたが薬が出てきたときにそれを使ってしまったこと、一度使ったらそれを使い続けてしまったことは病気の症状だから、それについてはもしかしたらあなたに責任はないかもしれない、だけどそれが分かった今、自分が依存症だということが分かった今、それをやめる責任はあなたにはあるんだって、そうやって言ってくれたんです。で、ダルクでは、そう。で、依存症は、生き方が、もともとの生き方が問題だから、生き方を変えないと依存症は再発するって言われてるんだよって。一度薬を使うのをやめていても、生き方を変えないと、もう一度また薬を使うようになってしまうんだって。で、ダルクでは、1日3回のミーティングというのをやって、自分が本当にかつてどうであって、今どうであるかということをお互いに分かち合うということをすると、で、そういう中で自分の生き方が変わってくるんだと、で、依存症、薬を使わないでやっていける生き方を身につけていくのがダルクのプログラムだって教えてくれたんですね。で、僕が拘置所に移ってしばらくしたときに遠山さんが実際に3回目の時ですか、3回目の時です、3回目の時、3回目の時、はい、遠山さんが面会に来てくれたんですね。で、初めてこう会って話をしたら、とてもサバサバとした感じの人でね、今日のオープニングのところに何回か映ってましたけど、とてもサバサバとした感じの女性で、で、自分も本当に薬がやめたくて、だけどやめれなくて使ってしまって、本当に泣きながら薬を使ってたって、だけど今ダルクのプログラムにつながって、ずっとそれを続けてきたことで、こうやって元気に社会の中で生きていけるんだって言って、そういう姿を見せてくれたんですね。あ、そうかと。僕本当に、いつも本当に捕まるたびになんですけど、絶対にこんなことやめなきゃと思うのに、そういう決意はどっかに消えてしまって、また薬を使って、使ってるとき、どことなく面白おかしくというか、毎日暮らすようになるんですけど、だけど心の中では自分がどんなバカなことやってるかって、本当にくだらないことばっかりやってるんだっていうのは分かってるんですよね。分かってるのになぜかそういうことを続けてしまって、挙句の果てに警察がやってきてまた檻の中に入る、こんなこともう絶対にやめたいなと思っていたら、その遠山さんがそういう姿を見せてくれたんで、これは一度自分もじゃあダルクのプログラムというのをやってみようと思って、刑務所に行きました。刑務所の中でもずっとそうやって手紙のやり取りをやって、その施設でやるプログラムというのを教えてもらって、だから2回目そうやって刑務所にいる時には、きっと自分がこれで、人間に、もともと自分はそんな何回も刑務所に行くような人間じゃなかったはずだと自分が思っていたので、自分はもう一度、人間に戻れるなって、きっとまともな人間に戻ることができるんじゃないかなっていう、そういう期待感があって、なんか希望を持って、刑務所の生活を送って、希望持ってね、中では真っ暗ですよ。本当に刑務所の中の生活というのは真っ暗です。
まあお互いによくわからないその懲役同士の関係も難しいですし、親父って言いますけど、刑務所の職員からこうしろこうしろって上から目線で言われて、幼稚園の生徒である前にこう1212って声を合わせて更新をしてね、本当に楽しいことなんか一つもない生活をずっと送るんですけれど、でその中でも、まあ、自分はこの刑期を終えて社会に戻ったら、そのダルクのプログラムというのをやってきっとまともな生活取り戻せるんじゃないかなって、そういうなんかどっか希望を持って刑期を送ることができました。僕はあの初めて薬を使うようになった、そういえば言ってないよね、僕初めて薬を使って使ったのは36の時です。36で、それ薬を使うように初めて薬を知って、今は51ですけど、ね、刑務所とか留置場とかそういうところで暮らした期間が多分5年ぐらいになります。本当に長い期間をそんな中で暮らすようになりました、ね、でそういう生活ともね、もうこれできっと縁は切れるんじゃないかなって、そういう期待感を持って、刑務所を出て、一昨年の2年前の10月の末に刑務所を出て、ダルクにつながりました。刑務所を出るときに、身元引受人というのがちゃんと決まっていたりすると、仮釈放をもらって少し刑期よりも前に社会に戻ることができるんですけど、僕も、今回、更生保護施設、保護会、保護会ってよく言いますけど、はい、そこが引き受けをしてくれた、岐阜の保護会に引き受けをしてもらったので、少し早めに刑期を、ね、残して、社会に戻って、その保護会から毎日ダルクに通所する、毎日ダルクに通うということをしました。で、ダルクでは、365日ですよね、多分日曜日も何にもなくて、毎日毎日プログラムをやります。朝ね、行って9時半ぐらいからみんなで掃除をして、10時からミーティングをやって、本当に自分がかつてどうで、今どうであるかということを分かち合うということをやって、みんなでまた食事をとって、それから昼から運動に行きます。長良川まで30分ぐらいかけて歩いて、長良川のほとりを30分ぐらい走ったりなんとかして、それからまた30分かけて、施設に戻ります。施設でまた仲間たちと一緒にずっと過ごして、夜は NA ミーティングというのに毎日行きます。地域で自助グループがやってるミーティングですけども、そこでまた午前中と同じように自分がかつてどうであって今どうであるか、そういうことを分かち合ってきます。そういうことを毎日毎日、本当にうんざりするんですけど、毎日毎日変わらないことをやってきます。で、施設長が、その遠山さんだとか、スタッフの陽子さん、そういった人たちが、そういう人たちも自分が昔はその依存症で本当に苦しんでいた人たちですから、それが今、そのダルクのプログラムの中で回復をして、今生き生きと暮らせるようになって、どういうふうにしたらそうやって今の自分たちがあるのかということを、経験を教えてくれるので、そこでいやこうするとよかったよという話を真似をして自分でもやってみるんですね。で、僕は例えば運動するというのがあんまりそんなことは好きじゃなかったんですね。だけどその施設長の遠山さんが、香織さんが走るといいよ走るといいよというものだから、毎日毎日、走ってました。そうすると仲間たちがよくミーティングで今日も走ったって、走って嬉しかった楽しかったって話をするんだけど、まあ、全然そんな嬉しくも楽しくもないから、毎日毎日走ってはミーティングで今日も走ったけど、走るといいって言うから走ったけど全然面白くない、何にも面白くないって毎日そういう話をしてたんですだけど1年半ぐらいですかね、毎日やってたら今それはすごい大きな喜びに変わりました。一緒に仲間と一緒にハーフマラソンに出たんですね。去年なんか大会のそう揖斐川マラソンという
マラソンがあって、それに初めて仲間が出るっていうから、うん、じゃあって言って僕も出ることになって、うん、出たくなかったんですけどね、うん、まあしょうがないからって出ることにして、うん、で出ることにした以上は、うん、とにかく完走しようと思って、うん、だから走るのにもちょっと熱心になりました、うん、そうこうしてるうちになんか走るのっていいなと思うようになってきて、揖斐川マラソンの日は20キロですよね、21点何キロ、うん、それを走るのが本当に嬉しかったんです。完走したんですか？完走しました。で走っていて、あと残りがこう、ね、だんだん残り何キロっていうのが、うん、あと残り3キロぐらいだとかなってきた時には、うん、すごい残念なんですね、うん、今こんなに嬉しくて、自分は本当に嬉しくてやってるのに、うん、あと3キロ走ったら終わっちゃうんだと思ったら、うん、すごく寂しくなってきて、本当にもう終わっちゃうんだなって、うん、そのぐらいの喜びを感じることができるようになったんですね、うん、で休みの日の朝には、うん、朝早く起きて、うん、まだ星が出てるような時から走り始める時があるんです、うん、で岐阜から僕時々ね大垣の辺まで走ったりするんですね、10キロちょっとなんですけど、もうすぐ走ってるうちにこう夜が明けてきて、うん、朝日が昇ってきて、うん、そうするとなんかね、こう、ただ自分の力だけで、自分の力しかないわなと思ってずっと生きてきたんですけど、うん、何かこう、本当に大きなね、朝日がこう、夜が明けてくそういう姿の中、うん、自分が走ってると、うん、本当に何か大きな力の中で自分が生きてるんだなというようなことが実感できて、うん、そういう、本当に自分で何でもかんでもやって、こうそれこそ薬なんかに頼ってね、うんうん、やっていかなくてもそういう大きな力に何か自分を委ねて、うん、生きていけばいいような気持ちになって、うん、すごく楽になれたし、うん、そういう何かこう健康的なものの中で本当に大きな喜びを感じることができるようになってきたんです、うんうん、毎日そうやってね、先行く仲間先行く仲間ってこのプログラムでは呼んだりするんですけど、うんうん、先に回復して、依存症からね、抜け出してはいないですね。今でも依存症なんでしょうけど、うんうん、だけど普通の生活を、生き生きと送ってる人たちからこうするといいよって教えてもらったことを繰り返しやってったら、うん、本当にそこで大きな喜びを感じることができて、自分も薬なんかなくてもなんか喜びを感じながら生きられるようになってきました。タルクのプログラムずっとやってきたんですけど、最初僕と同じように刑務所を出てきて、更生保護施設からダルクに通所を始めた人たちが他にも何人もいたんですけど、ちょうどですね同じような時期にその更生保護施設の方でも、そういう薬物依存からの、ね、まあ、回復のためのプログラムが始まったんですね。スマープなんか新しいプログラムが始まって、何人かの仲間はダルクを辞めて、その施設の方のプログラムに移っていったんです。だけどまあそのプログラムが悪かったのか何が悪かったのかは分かりませんけれども、きっとその、まあいろんなことがあったと思うんですけど、その中の何人もの人たちはもう今はまた薬を使って警察に捕まって刑務所に戻ったんだって聞きました。ね、で僕は今こうして、まだ社会に行って、警察、刑務所に戻らずにいられるんですね。で、この間、10月の末から11月にかけてなんですけど、施設でまたね、いろんな先行く仲間、ね、今回復している仲間が、もっと今までやったことがない幅広い世界を、新しい世界を見てきた方がいいって言って、ハワイで、その、依存症の人たちのコンベンションがあるから、うん、初めて言ったんですか。そうです。そこに行くといいって言ってくれたんですね。だからね、お金を貯めて、仲間と一緒にハワイに行きました。本当にこう世界中からですね、こうハワイの地域のコンベンションだったんですけど、自分はドイツから来たんだとか、香港から来たんだとか、そういういろんな人たちが集まっていて、でみんなが同じように毎日ミーティングをやって。自分の正直な話をする中で、ああ回復目指してるんだなって言って、そういうことを知ることができました。で、夜は、やっぱり
NA のミーティングというのがそちらもあるんですね、うん、でハワイの12ココナッツっていう、うん、あのなんか有名なミーティング会場があるらしいんです。ワイキキのビーチのすぐそばにあって、うん、12本のココナッツが埋まっていて、でそこで夜ねみんなで集まってミーティングをやるんです。空を見上げると本当に星がこう綺麗に出ていて、うん、波の音が途中で聞こえたりしてね、そういう素晴らしいとこでミーティングをみんなもちろん英語でやってますで、あの一緒に行った仲間が勇気のある人たちがいて、うん、その中で入って依存症の何々です、うん、あ依存症ね、うん、日本語で言うんじゃないですね、うん、あの名前言ってアディクトとか言って、うん、アディクトとか言って、うん、英語で話をしてるもんだから、うん、あ自分も一遍こうチャレンジするっていうことが、うん、ダルクのプログラムではこう大切なことだって言われてます、うん、新しいことをとにかくやってみないとダメだって、うん、で新しい生き方を手にするんだっていうことをやるので、うん、チャレンジするということが大切だと言われてるんですけど、うん、あ自分もじゃあチャレンジしてみようと思って英語で話をしてみました。あの自分は、まあ、薬を使うようになって、うん、3回刑務所に行ったんだって、うん、で檻の中に3回入りましたって、うん、だけど2年前にこの回復するためのプログラムにつながって毎日毎日ミーティングで話をするということをしていたら今ここにいるって、うん、今ここハワイにいて、うん、檻の中にはいないって言ったんですね、うんうん、そうしたら集まった人その人たちがみんな外国の人たちですけど、うんうんうん、なんか笑ってくれましたね。ああ、NA ですね、うん。その、これは日本の NA も、アメリカの NA も、うん、ハワイの NA も同じだなって思ったんです、うん。ミーティングが終わった後には、一、うん、人の黒人の青年がこうやってきて、うんうん、自分もね、うん、今ここにいるって、うん、檻の中にはいないよって言って話しかけてきてくれたんですね、うんうん。こうやって本当にみんな、その依存症でね、きっと苦しんで檻の中に入ったりとか、うんうんうんそうしてきたんだろうけど、みんなこうやって回復しようとしてるんだなって、すごくそういうことを感じることができました。で、帰ってきて、しばらくして、最近のことなんですけど、うん、施設の方で、うん、その香織さんが、東山さんが、うん、施設で働いてみたらどうだって言ってくれたんですね。うん、だから僕、やらせてもらうって言いました。うん、だから今日も、抵抗なかったですか？抵抗、うん。それがいいなと僕は思ったんですね。その遠山さん、香織さん自身がそうですけれども、ね、自分が薬を使って本当に苦しんだし、うん、まあひどい生活を送ってきた。でそれが今は遠山さんがそういう生活を送ってきた経験がでプログラムで回復してきたということが僕の本当に役に立って僕のためになってくれました。身になってたんだ。ええ、で仲間の話を聞いていると、まあ、僕もそうだけども本当にひどいことに陥った人がたくさんいます。本当に薬を使っていてやめられなくて死にたくなって本当に死に場所を求めて歩いたんだっていう人がねたくさんいるんですけど、そういう人がまたこう生き生きと暮らせるようなねことのために何か自分の経験が少しでも役に立ったりしたら本当にそれは嬉しいことだなと思ったんです。あと僕は3人の子供がいます。本当に子供に申し訳ないことをしてしまったなって本当に本当にそうやって後悔してるんですけど、ね、そんな子供に本当に負担をかけたようなことをしてきたことが今もしね誰かの役に立つようなことになればもしかしたら子供をね少しは許してくれるかなって、うん、ねそんなような思いもあるですね、うん、だから抵抗なく、うん、あやらせてもらおうって言って話をしました、うんうん、ねまだそれはいつになるかわかんないんですけど、うんうん、そういう時が来たらいいなと思って、やってます。だから今日こうしてねなんか自分の話をができるっていう場を、うん、場があるよって話をいただいた時も、ああじゃあ喋ってみたいなと思って、うん、で今日こうやって来ることができました。そんな風です。ありがとうございます。はい。じゃあ山田さんのお話ですけども、ちょっと聞きたい足しでまだちょっと時間があるか。
で質問なんですけども、はい、ご家族から本を差し入れてもらった時の話なんですけども、はいはい、まあ、それが香織さんとの出会いのね、うん、あれだと思うんで、家族が実は相談室にいらっしゃったのかもしれないですよね。そうですね、うん、はい、でそのことについて、例えば一時家族に変なその知恵をつけるんじゃないかっていうことで相談室の恨む人が時々あるんだけどもまあそれは立ち直ってから直接僕に言ってくれるんで、うん、恨みも何もなくて、うん、感謝の思いで、ひどい時はそういうふうに家族をね、うん、恨むというか、うん、それをまたなんか知恵をつけるということをしたということで恨む人もいる時期もあったという話を聞くんですけど、うん、そういうことはなかったんですか、家族のその、うん、ね、なんでそんなものを差し入れてたのかという、そこをつくって言うじゃないですか、うんうんうん、もうだから3回も捕まってしまって、うん、本当にもうどうしようもないなって自分は、うんうん、と思ってたんですね、うん、だからそこから自分を何とかしなきゃいけないと思っていたので、うん、その時に家族がそういうダルクにつながっていてくれるというのは、うんうんうん、逆に力になった、タイミングが良かったわけね、そうかもしれないですね、うん、それがまだ本当に自分がもう底をついたという感じじゃないと、うんうん、なんでそんなことをって言って思うかもしれないですけど、うんうん、なるほどね、あ、なるほど、うん、だからそういう時期になってたという、あなた自身がね、もう、うん、はい、そうかもしれないです、うん、どうにもならないなという、なんかそういう思いに、うん、ただもがいてたという、その時に家族が差し入れをしてくれたという、はい、本を差し入れしてくれたという、そういうことなんですね。そうですね、うん、それが香織さんにつながっていってるわけだ、はい、うん、で、うん、あとまあ本当に刑務所に過ごしている間も、うん、僕は毎回毎月ですね、うん、母親に手紙を書いたんですけど、うん、返事が全然来なかったです、うん、全然来なかった、うん、だからそのうちに僕は相談室ではね、返事は書くだけって言って、ね、そのうちにですね、だけどおばが一遍手紙をくれたんです、おばが、うん、で、おばが私の母が、うん、そのダルクの相談室に行って勉強してるんだって、うん、そういう話を、うん、まあ、教えてくれたんですね、こっそりなのかどうか、だそれがまた僕はすごく力になったんです、うん、なんていうかもう見放してしまって、うん、こんなやつのことは知らんとしてるんじゃなくて、うん、やっぱこう僕は回復していくことを待ち望んでるんだなと思ったのが、うん、自分にとっては大きな力になりました、うん、はい、ありがとうございます。なんか中川さんの方から今日は、うん、いろんな面白い話というのは失礼ですけれども、興味深い話がいくつかあったと思うんですけど、なんか話ですね、うん、うんうん、なんかまだちょっと時間あるんで、ね、はい、大丈夫ですかね。うん、1、2分。役所に勤めてたじゃないですか。うん、はい、そうすると結構話題にこう捕まるまでは本当分からなかったんですかね、他の方々。なんかバレそうな気がしちゃうんですけど、そんなことはなかったですか。うん、まあそれは分かんないですけど、多分そんなことはなかったんだと思います。救急車で運ばれて事故を起こした時、その時はその時も本当に事故にあったんだなということだったと思いますし、で職場の人は全然薬のことは気づいてなかった。そうだと思います。いや、もしかすると、いや、そんなことはないということはあるのかもしれない。全然言われたことは何もなかったですね。うん、ただ本当にこう、うん、そういうところにいたので、うん、なんていうか、新聞とかそういうものはこっぴどく、ったですね。テレビにも出てきちゃった。テレビのニュースでもやったと言って、母親から聞きましたけど。はい、有名人になりました ね。だから、それこそ、そういう社会的な制裁みたいなものを受けて、本当にもう自分は薬なんかやめなきゃいけないって本当に強く思ったんですけど、だけどダメでした。だけどダルクにつながって今は、うん、こんにちはという、ええ、うん、はい、じゃあ今日は時間が来ましたんで、はい、この辺で終わりにしたいと思います。じゃあパワーポイントの方、はい、パワーポイントに入ります。はい、今日の山田さんのお話の中にあったように、ダルクの相談室をね、うまく家族の方で使ってくださるといいと思います。まあ、それとここに次の本をご紹介しましたけれども、こんな本も出してますので、それから次回ですね、もう今日で今年最後なんですけれども、来年はですね1月7日を予定してます。7日だったら、ね、いいですね、はい、7日の、この時間ということで、次回は朗読ということで予定しています。で、今日の放送はこれで終わりにしたいと思います。じゃあ、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみなさい。